私もその方が気楽です。さてこれからどうするんだ。源氏さん、金蔵さんは亡くなった。旦那様と奥様にお亡くなりになられたことをお伝えします。そしてリオン様が正式な当主後継者であることをお伝えしなくてはなりません。今日よりあなたが後ろ宮家当主なのですから。私が当主なんて、そんな。それに次期当主はクラウス様では。碑文の謎を解いた者が次期当主である。これはお預かりしている遺言状にも明記してございます。親方様の最後の命令があなたに全てを引き継ぐことなのです。待ってください。お気持ちは嬉しいですが、私には次期当主なんて務まりませんし、そんな退任とても引き受けできません。その役目はやはりクラウス様が引き継がれる方がいいと思います。よろしいのですか。私は今日ここで自分が誰かを知ることができました。人なら誰でも知っている両親のこと、私には生まれながらにしてそれがなかった。それを今日ここで得ることができました。それだけで私は十分なんです。私はリオン、そして黄金の魔女ベアトリーチェです。それが分かっただけで私は十分です。私は当主を主張するつもりはありません。その役目はクラウス様に。それは後ろ宮家当主としてのご命令ですか。はい。かしこまりました、親方様。ではそのようにいたします。今夜のこともすべて内密にしてください。私はこれからも私のままでいます。私が後ろ宮家の当主になって、あるいは黄金を手に入れて、やりたいことなど何もないのですから。この島でこれまでと同じように待っていたいだけなのです。これまでと同じに、何も変わらずに、それだけが私の望みです。かしこまりました、親方様。今夜のことはすべてこの場限りの秘密といたします。熊沢、南條先生、新しき当主様はそうご希望でいらっしゃいます。あんたがそうしたいというなら私は何の異論もない。金蔵さんの遺言はあんたにすべてを委ねるだ。そのあんたがそれを望むなら私たちには何の文句もない。これまでと同じようにと言いますけれど、本当にこれまでと同じようにこの島で生活を続けられるのですか。これまでと何も変わらず。はい。今夜のことは秘密にします。ここも黄金も封印します。もしもお金が必要になったら、その時改めて相談することにします。私にはそれで十分です。かしこまりました。ここに至る仕掛けも鍵も全てあなただけのものでございます。そして今夜のことは私ども一同秘密にすることを誓います。次期当主はクラウス様となられますが、私の中では真の当主様はあなただけでございます。ご命令に従い、これからもこれまでと同じように振る舞いますが、いつでもご用命ください。私の主はあなただけなのでございます。ありがとうございます。
ああ、我こそは我にして我らなり。我は黄金の魔女、ベアトリーチ。この六軒島の真の支配者にして、無限の黄金の所有者。でも何も満たされず、たった一人の思い人が帰ってきてくれる日を。